今回の地震で見えた静岡への教訓について専門家は、弱いところを狙ってですね、橋脚が損傷する、それとか、今回脱線をするっていうのは大事故にはならなかったんですけども、これを我々例えば静岡に置き換えてみるとね、やっぱりちょっと気になる現象ですよね。1995年の阪神・淡路大震災の後ですね、いろんな構造物をもう一度再点検しようということで、震度6、震度7でも耐えれるように構造物の補強とか強化を、これまでずっと続けてきたはずなんですよね。もう一度ね、再点検を、本当に細心の注意を払って構造物の耐震性についてはですね、チェックをしておく必要があるんじゃないかなというふうに考えますね。さらに揺れへの備えについても改めて意識を高める必要があると指摘します。マグニチュード 7.4 の地震が、遠地から静岡へ到達してますから、数分間揺れるのは仕方ないんですけど、これが自分たちの真下で、それも断層が数百キロに及ぶような地震であると、激しい揺れが数分間続く、でこういう状況にまず耐えないと、その後の行動ができないんですよね。対策は万全に取られているかどうか、この機会にもう一度再点検していただければと思いますね。